フランソワーズ・マリー・ド・ブルボンは、オルレアンコ・フィリップ2世の妻、ラ・セコンド・マドモワゼル・ド・ブロワと呼ばれた。ルイ14世とモンテス・パンプ人の諸子として生まれ、1681年に認知された。ブージバル島で育ち、1692年1月9日に、当時シャルトル公だった中継フィリップと結婚する。王から200万リーブルの持参金が付けられたが、夫と義母。 エリザベートの先入観をなくすには不十分な額だった。フランソワーズの母親はラ・ボワザンの毒殺事件に関係してから急激に情愛を失っており、そんな修文を引き起こした人物の娘と王帝オルレアンコフィリップ一世の長子との縁組は不釣り合いであるとエリザベートは考えていた。フランソワーズはフィリップとの間に八子を生んだ。フィリップは妻を裏切って、 多くの愛称を持ち、妻を放置していた。1701年、フィリップが、オルレアン公となり、その結果フランス宮廷でのフランソワーズの地位は、王太子妃、マリー・アデライドに次いで2番目ということになった。しかし、フランソワーズはそういった、晴れがましい立場を面倒に思い、体調が悪いという理由をつけて、自室で友人の女性らに取り巻かれて、時間を過ごしていた。 フランソワーズは、4歳年上のアネルイーズ、フランソワーズと互いを妬み、張り合っていた。1710年には、王太子、ルイの三男ベリー公シャルルがどちらの娘に結婚を申し込むかで喧嘩した。フランソワーズは、王太子妃、マリー・アデラ・イードはもちろん、マントノン夫人にまで根回しをし、結局、フランソワーズの次女マリー・ルイーズが、ベリー公と結婚した。 1715年、ルイ14世が亡くなると、幼いルイ15世の補佐するため夫が摂政となった。1721年に四ンジョルイーズ・エリザベートが、スペイン王ルイス1世と結婚すると、フランソワーズは、大変喜んだという。1723年に、夫フィリップが死ぬと、サンクルー城に引退し、そこで1749年に死んだ。フランソワーズ、 マリエデ・バーボン・ゲニ、フランソワーズ・シマイラの育ての親で、ちょうどその頃、1678年頃に、公爵夫人となって引き上げられてから、実母・モンテスパン公爵夫人とも嫌悪な関係になっていたが、後、ルイ14世と秘密結婚していた。ありがとうございます。